皆さん、こんにちは、京香です。映画、小説の神様、君としか描けない物語が10月2日に公開することになりました。この作品は、まっすぐで繊細な売れない高校生小説家と、秘密を抱えたド S な人気高校生小説家がぶつかり合いながら一つのベストセラーを目指す姿を描いた物語です。私はその中で、そのお二人を敬愛する、同じ文芸部の成瀬明乃役を演じさせていただいております。なんといっても久保監督の作り出す美しい映像、そして音楽、それから独特な世界観を楽しんでいただけたらいいなというふうに思っています。ぜひ文芸部4人の青春も楽しんでいただきたいです。ぜひお楽しみください。京香でした。